プラグイン H 起動を確認。プラグイン P とのデータリンク開始。先ほど伝えた通りだ。ご退場願おうか。やっぱりモビルアーマー。この前は陸戦型、今度は空戦型ね。次から次へとポンポン新型作って、何をしようっていうの？機体のテストを行い、データを得ること。データ収集ならこっちだって本職よ。問題はそのデータをどうするかでしょ。トロイに木馬まで仕込んできたってことは何か伝えるためだと思うけど。私にはそれを答える権限は与えられていない。またそれ、マッチが開かないよ。小隊長、彼から話を聞きたいわ。まずはおとなしくさせましょう。しかし、飛行タイプのモビルアーマーにも対応してくる。さすがだな、小隊長君。あの戦車タイプにどうしたの？必要なデータは揃ったのでね。ガンダムのモビルアーマー、新型を作り続ける理由は？知的好奇心を満たすためだと言ったら信じるかね。それは君の管理システムよ。そんな理由ならハーネスがプロテクトをかけられてる意味がない。脅威に影響力があるもの。それは小隊長、ガンダムじゃないものに負けちゃダメよ。くらえ！ザッザッ！当たれるか当てるか！そこ！ギュッ！うわぁ！ギュッ！損傷率 50% は聞いてるよ。これで人格データの強制が解ければ。何を言っているのかね。私はこの程度では動じはせん。じゃあ戦いを終わらせるためだ。あえて聞くわ、あなたたちの目的は何？世界征服でも企んでるわけね。君たちも似たことをしていただろう。私はまだ飛べるぞ、小隊長君。叩き落としちゃって。ハーベス、その前に何か言うことはないの？何を言ってほしいのかね、リトルレディ。本来の人格が出てこない。プロテクトを強化されたみたいね。何か引き出すチャンスを狙ってるわけね。私の人格プログラムにエラーなどない。つまりは話すこともないのだよ。本来の彼にはあるはずよ。出なければハロにトロンを仕込む理由がない。ザッザッザッ、直撃させる。これはどうだ。レディいるの？遅い、ようやく戻ったのね。俺が言ったこと、ブレイク修正を奴が黙認する理由を考えろ。いつ言った？私耳なんだけど。私は聞いてるわ。小隊長、お疲れ様。イリオンステーブルに戻りましょう。戦車型のモビルアーマーに続いて今度は飛行型、幅広く対応してきたものね。少しハシュマルに似てたかも。これもデータを集めてたためかな。ガンダム、戦車、飛行型、次は何だ？次は何だ？潜水型かな。でもミッションにはガンダムラトレイヤ以外のモビルアーマー型は出てきてないよね。そのラトレイヤだってデータ集めや量産型のプログラムテストにしか出てきてないわ。どうもやってることがチグハグに感じるけど、ユノ姉さん、何かに気づいてなかった？ハーメス、いえ、彼に指示を出している奴は歴史に介入しようとしてるんじゃないかしら。ブレイク現象を引き起こそうとしているってこと？ミッションには積極的に出てきてないって言ったばかりじゃない。それはブレイク修正もまたしなきゃいけないことだからだと思う。アンビバレンツ。私の超 AI をフル稼働しても意味不明だけど。まあそうなんだけどね。でもこの二律背反を成立させることが奴の目的なんじゃないかしら。私たちがブレイク修正を進めれば見えてくるはずよ。どのみち私たちが現実に戻るためには管理システムの階層に行かなきゃいけないんだし。
なんかイノ姉さんがたくましく見えてきた。じゃあ G デモリッションセットアップ。さくら、いつでも来い。インストールナンバーゼロ。な、何それ。かっこいいよマスターハロー。この子たち変な影響が残ったままだけど大丈夫かしら。なんで小隊長までおかしくなってるの。何もされてないでしょあなたは。じゃあハロー、次のディレクトリへの転送をお願い。データ追跡には気をつけてね。ラジャーユノ。了解ユノ。ブレイク修正とブレイク現象発生、相反するこの2つを同時に満たすこと、それがこの G ユニバースで起きていること、これから起こることの答えになるはず。彼の役目、私の役目、小隊長の役目、多分答えは出る。イリオンステーブル、ディレクトリ移動完了。ディレクトリ移動完了。データの追跡もなし、セキュリティオールグリーン。侵入されたりウイルス仕込まれたり、怪しいエグゼファイルがあったりしない。もしそんなのに気づかないなんてことあったら、鼻からスパゲッティコードをインストールしてみせるよ。ユノ、セットアップ。熱々スパゲッティセットアップ。え、あはん、そんなことより考えなきゃいけないことが山盛りよね、小隊長。歴史に影響を与えられるほどの機体、モビルアーマーだと思うけど。確かに未確定の情報がまだいろいろあるね。多分ハーメスから何かちょっかいがあると思う。その前に調べられることは調べないと。あれ、イノ姉さん、なんで確信があるの。なんか私に隠してない。な、何もなくってよ。本当よ、マジ。ユノ、嘘ついてない。ユノ、サクラには悪いけど、彼から接触があるまでは完璧にごまかすしかない。円滑な関係を重視ってことで追求はしないけど、もう少しうまく隠しなよ、イノ姉さん。ユノ、ごまかし完璧。でもブレイクミッション不完全。不完全ってどういうこと。確かにデータが断片化してたり破損してたり、世界がほころんでいってるみたいな嫌な感じがするディレクトリだね。まともなミッションは一つだけだね。世界が壊れていっている。この件について管理システムから何か指示はあった。それが全然ないんだよね。こっちからの各種申請もずっと保留のまま。まさかシステムダウンしてるんじゃないでしょうね。そこは大丈夫だよ。管理システムが落ちたら私止まっちゃうもん。そりゃそうか。じゃあそのまともなミッションを説明して。時間はあまりないかもしれない。さっき言ってたけど、マスターハーメスがちょっかいを出してきそうだから。彼のことだけじゃないわ。沈黙し続けている管理システムも含めて、嵐の前の静けさって可能性は低くはないから。了解。じゃあ唯一成立してるブレイクミッションについて説明するよ。これは初めての歴史だね。え、また新しいガンダムが出てくるの。その通り、フューチャーセンチュリー、未来世紀の歴史だね。国家間の争いを防ぎ、かつそこに兵器であるガンダムが関わる仕組み。お答えしましょう。それはガンダム版。アラート、アラート、エマージェンシー、エマージェンシー。ハロー、これってイリオンステーブルのメインプログラムに干渉があった時の警報。あ、今回はノープロブレム。自動修復モードで全対応できそうだよ。でもかなり大きなデータの断片が複数発生してるみたいだね。さっきデータが破損してるとか世界がほころんできてるとか言ってた、あれ。間違いなくね。調べてみるから、ハラ先輩、アラートを切って。さくら、了解。アラート。
ートオフ、アラートオフ。どうやら過去にブレイク修正されたミッションに異なる歴史の断片データが入り込んだみたいだね。修正した箇所に別のバグが発生したってこと？ユノ、ガタガタ言わず直せ。プログラマーだろ。あと再発しないようにしとけ、ユノ。ハロ、完全な立方体になるまで床に叩きつけていい？怖い。まあまあ、ユノ姉さん、罪深いパイセンを変形させる前に話を聞いてよ。今回の件、ブレイク現象ではあるんだけど、史実を壊すまでに至らない小規模なものなんだよ。だから自動修復モードで十分対応可能なんだけど、データ自体は大きいんだよね。史実の一部分やモビルスーツのデータが丸々一塊で入り込んだって感じ。なるほどね。そのデータの塊を除去さえすれば元の歴史に影響はないってことか。ただこれってチャンスでもあるんだよ。断片とは言ってもモビルスーツのデータは完全な形だから。新しいモビルスーツ開発用データが取れるってことね。新しいモビルスーツ、戦力アップ。じゃあこういった断片データが混じり込んだ歴史をコンフューズドミッションとして登録するよ。放っておくと自動修復されてミッションが消滅するから気をつけてね。この期限をディビジョンリミットとして登録。じゃあこのディレクトリで選べるのは未来世紀のブレイクミッションと新しく発生したコンフューズドミッションね。イエスマイ姉さん。詳しくはいつも通りハル君のコンソールから選んでみて。ブレイクミッション、コンフューズドミッション、好きに選べ小隊長。いよいよ4年に一度世界の運命を決めるガンダムファイト決勝大会、最終バトルロイヤルの朝となりました。ですが我らを待ち受けるリング、ランタオ島は何やら怪しげな容器を漂わせています。何事もなければいいんだけど。果たしてこの戦いに勝ち抜き、最強ファイターガンダム・ザ・ガンダムの栄冠を手にするのは一体誰でしょうか。それではガン…ターゲット確認、これより破壊する。ヒーロ君、あの、もしかしてガンダムファイター？無論だ、エルアンコロニーのファイターとして。小隊長、お前を殺す。待った、ガンダムファイト国際条約第2条、相手のコックピットを攻撃しては。第1条補足、試合中の過失に。そういえばヒーロ君、前回はガンダムエピオンに乗ってたよね。ゼクス・トクサさんとの戦いの後、互いに譲り合う形で乗り換えたんだよ。俺とゼクスは互いに機械に翻弄された。好き勝手に未来をささやかれてな。あの時システムエピオンは何て言ってたの？俺の選んだ道にゼクスは障害だとエピオンが言っていた。俺もそれは間違いだ。ヒーロ君、ガンダムエピオンをどうしてゼクス・トクサに譲ったの？あれはトレーズが作ったものだ。奴の考えが理解できない。ああ、確かにカッカなら親友のトクサさんに隠しただろうね。え、ちょっと、またゼロシステムの負荷は大丈夫なのかしら。俺が認めているのはゼロの力だけだ。その理念、言葉は信用していない。そうか、ヒーロ君がゼロシステムに飲み込まれないのはそういうことなんだ。システムの利用こそすれ委ねてはいないということね。ゼロ、俺を導いてくれ。だが忘れるな、手綱を握るのは俺だ。捕らえる、そこか、かわせるか。誰よりも戦い抜いてみせる。地球上の誰よりもだ。サンクキングダムのリリーナよりも。リリーナ・ピースプラント代表、王国を解体した後。俺にはこの生き方しかできない。彼とはまた会うと思うよ。とりあえずカッカさんの話とかもその時にね。ガンダムファイトくらいさっぱりしててくれると理解も楽なんだけど。そう考えると結構いいシステムだよね、ガンダムファイトは。てっ、てりゃ、逃がさ。
がシャイニングのお兄さんだ。これがゴッドガンダム。土門さん、思ってたよりワイルド。違う、西暦コレクトセンチュリー時代のモビルスーツ。だって今ゴッドガンダムって。まずは見せてもらおうか、貴様の腕前をな。ターン X のシャイニングフィンガーを受けてみるか。それはヨーダン破砕マニピュレーターでしょ。ガンダムファイト国際条約第1条、頭部が破壊されたら失格だから受けません。ほう、貴様らがガンダムファイターとかいうやからか。違うけど今はそうです。ガンダムファイトレディーグー。問題ない、そこか、そこだ。このターン X こそ銀河ナム隊の旗印。これ本当にガンダムなの？西暦の遺物ターン X。 そしてこの人が調子は良か。ギム銀河ナムが引導を渡してくれる。いや、銀河ナム機動艦隊総司令さん、あなたは月面都市を黒歴史を知らない愚か者は地に這いつくばって消えてもらう。黒歴史？なんか不穏な単語だけど。簡単に言うと、月の宮殿に隠されたデータバンクのことだよ。人類が繰り返してきた戦争の全記録映像、文明から技術まであらゆるものを収めてね。そんなデータを集めることなんて可能なの？このターン X すごいよ。さすがターン A のお兄さん。え、同系機が他にもいるの？ターン X の兄弟機に当たるホワイトドーグ、戦士文明を滅ぼしたとされる。ガンダムが破壊者になる歴史？我々の歴史は間違って、我が世の春が来た。ムーンレイスの冬の時代は終わった。オンターショーの目的は地球に帰還することじゃないわよね。そう、二重ではなく戦って奪い取る侵略だよ。戦いを忘れたムーンレイスはシビトのように歴史を重ねただけで何も生むことはなかった。だからって戦争を起こすとか文明を滅ぼすなんて歴史を繰り返すんですか、オンターショー。黒歴史こそ我が武士の本懐、遂げられんというのか。やっと帰ってくれた。武士？日本の侍とか武者のことだね。プライドの高い兵士というか、ジャパニーズ侍？土門さんがネオジャパン出身だからかしら。それに黒歴史、そして G ユニバース、その類似点も気になるところね。よし、ルートが開けた。奥のお城に大きなブレイク反応。今度こそゴッドガンダムだといいんだけど。崖を登って進みましょう、小隊長。そもそもあのお城自体が怪しいけど、ランタオ島にあったっけ。やあやあ、遠からん者は音にも聞け。我こそは武者ガンダムなり。ネオジャパンのガンダムファイター？ガンダムファイターどころかガンダム自身だよ。どういう意味？ AI 制御の無人機ってこと？問答は無用。第4条にのっとり降りかかる火の粉は払うまででござる。ガンダムファイト国際条約第4条。ガンダムファイターの己のガンダムを守る。この島は一体まるで魔界にでも引きずり込まれた感じでござる。この人というかガンダムさんはどこから？時は戦国、花も嵐に吹き荒れる乱世。ガンダム軍団と闇軍団の果てしない戦いが続く時代だね。さよう、ここはいずこでござる？ここは未来世紀。こんな時ナイト殿や王室の大将がいてくれれば。ナイトガンダムとコマンドガンダムのことだね。あらゆる生物の生命力を狙う宇宙大魔王と戦って世界を守ったヒーローたち。もう頭が痛い。ヒーローとは何でござる？正体の大将強いでござる。
極悪非道のザク三兄弟にも引けを取らん。だがこれ以上の邪魔立てをするなら、その頭スイカのように割ってくれよ。スイカ割り、ああスイカ割り、小隊長を何だと思ってるの。家電の泣き方、そして愛刀ムクマルをもってしてもここまでとは。武器なしのガンダムもいるガンダムファイトだからね。ならば家電の力鉢巻きで、あいやしばらく武器がなかったとしても戦えるってこと。サイコガンダムくらいの大きさの宇宙大魔王を素手でひっくり返す程度にはパワーが出るよ。おのおの方、おどき召されよ。どすこい。家電のなぎなたとかいらなくない。武者ガンダム打ち取ったり。さよう、武士は散り際が肝心、面目ござらん。すべてのブレイク現象の修復を確認。いやー、ホンダガンダムファイト決勝大会だったね。こんな狭い島でやるには密度が濃すぎよ。広い火星とかでやればいいのに。それはダメだよ、ヒノ姉さん。ガンダムファイト国際条約第7条。ああそうか、地球がリングだ。ガンダムファイト終了。小隊長強かった。小隊長、これなら連邦軍をクビになってもいつでもガンダムファイターとして働けそうだね。宇宙世紀にそんな職業ないから。お、やる気だね小隊長さん。空手でも習う？それとも相撲？小隊長、空手マスター相撲パワー。小隊長にモチベーションがあるのはいいとして、今回のブレイクミッションでの収穫は？データを調べると、あそこには最大で5つの歴史のガンダムがいたんだけど、それをリムーブしたことでディレクトリの負荷が軽くなって、他のブレイク現象が検索できるようになったんだよ。それは朗報じゃない。トモンカッシュマスターアジア、このディレクトリ内に確認できないと思ったら早速強報が。それってクリュセ防衛戦の時と同じよね。あの時はオルガ団長、三日月くん、秋広くん、鉄火団やギャラルホルンの面々があちこちの歴史にブレイクしてたけど、今回は複数のガンダムの大容量データのせいでオーバーフローが起こりかけたみたい。それを回避するため管理システムがガンダムファイターたちを別階層に転送した。それがゴッドガンダムとマスターガンダムってことね。もし意図的にブレイク現象が起こされているなら、ディレクトリ間のデータ移動も仕組まれたの？そうだとしても影響力のある機体を作ることに関係があるとは思えないけど。イノ姉さん、修正可能なブレイクミッションが3つ検索に引っかかったんだけど、説明しても OK？ あ、ごめんごめん。いいわ、聞かせて、さくら。最終バトルロイヤルを勝ち抜いてお疲れみたいだね。じゃあ空気を変えるためにもブリーフィングルームで説明しようかな。以上3つが見つかったブレイクミッションだよ。また宇宙世紀が2つ、コズミックイラの歴史が1つだね。1つ目は私たちの時代、宇宙世紀 0083、 ジオン残党軍デラーズフリートによる星のクズ作戦によるコロニー落とし。コロニーの落下は止められない。そんな中で私たちができることを考えないとね。次は同じく宇宙世紀、13年後の0096、 地球のトリントン基地でネオジオンの残党軍と戦うミッション。13年前、ガンダムが奪われた因縁の土地、モビルアーマーがいるって話だけど。史実ではね。ブレイクミッションはどうなってるか不明。最後はコズミックイラの時代、前回の夜勤ルーエ攻防戦から2年後の地球、ドイツのベルリン、巨大モビルアーマーに攻撃されてるって話だから、準備は怠らないでね小隊長。よし、じゃあブリッジに戻ってハル君にミッションデータを送ろう。ユノ姉さん、ハル先輩にインストールする？いいえ、
私はプログラムをサボらせてもらうわ。私にプログラムをさせることが管理システムの目的なら、情報はできるだけ隠すべきよね。サボタージュ了解。それじゃあ私がインストール、レディーセット。待って、さくら、パスコードなんだ。3年待ったのだ。ブレイクミッション登録完了。ブレイクミッション登録完了。コンフューズドミッションも忘れるな、小隊長。自動修復まで時間制限あり。ディビジョンリミット、ディビジョンリミット。断片データを収集しつつ、ブレイク修正もしていかないといけないのね。ちょっと忙しいけど、これからのためにも戦力増強は不可欠。小隊長さん、よく考えてね。